リマのアウディエンシアを描いたもの。アウディエンシアは、スペインカスティーラ王国にあった最高司法機関である、王立の大審問院を指し、新大陸のスペイン植民領においては、司法、行政、立法を司さどった王室機関で、副王と並ぶ重要性を持っていた。副王領の中心地にあって副王が長官を務める、アウディエンシアビレーナル、副王から独立して、 同等の機能を有したアウディエンシアプレシデンシアルに大別される。新大陸における最初のアウディエンシアは1511年にイスパニオラ島のサントドミンゴに設置された。その後は1528年にメキシコシティに、1538年にパナマ、1542年にリーマとグアテマラシティ、1548年にヌエバガリシア、 1549年にサンタフェデボゴタ、1661年にブエノスアイレス島に設置された。スペイン植民地における統治機関の中では最も長く安定して存続した機関であったと言える。アウディエンシアの規模と権力には地域差があるものの、一般にはインディアス数機会議に従属しており、長官が1名、長所官が数名置かれ、 管轄する地域の構想審を担当する。また、副王と同様に暫定的な地域立法が認められており、国王の名のもとに統治も言った。ただし、植民地時代を通じて一貫した法的地位を持っていたわけではなく、副王領の新設や新しいアウディエンシアの設置に伴って従属関係や管轄地域は流動的であった。アウディエンシアの管理は禁令に縛られており、 小取引をしたり、エンコミエンダを所有したり、観光総裁に参加したりすることは許されていなかった。在職期間は、福王よりも長いため、福王が変わっても、行政活動が続けられる場合が多かった。ありがとうございます。